たくあんボーイ、こんにちは、たくあんボーイです。今日お送りするコントは寿司職人。どうぞ。師匠、僕たち3年間修行してまいりました。寿司の握り方見ていただけないでしょうか。いい、握らせてください。そうか、寿司作りはそんなに甘いもんじゃないぞ。まあ修行の成果を見せてもらおうか。はい。えい。まずは手洗い。寿司作りの基本中の基本じゃ。手の洗い方一つでそいつの腕前が決まる。はい。手のひら、手の甲、指先、親指周り、爪の間、手首。よし。あれは手のひらだけをひたすらにこすり洗いをする、アライグマ愛好家でもあり初代寿司職人、アライクマノスケの洗い方ではないか。本当ですか。へい。よし、次は包丁さばきじゃ。マグロのさばき方は薄すぎず厚すぎず、口当たりの良さが必要じゃ。お前たちにそれができるかの。はい。えい。よし。よし。えい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 。ああ、あれはマグロを叩きにして。さらに食べやすさを追求した。マグロ漁では世界で3本の指にも入る男、黒沢マグオの包丁さばきではないか。えい。いやいや、めちゃくちゃに叩いてるだけでしょ。それじゃあ最後握りじゃ。寿司職人の一番の見せ場、握り方一つでそいつの生き様がわかるんじゃ。さあやってみろ。はい。えい。よし。お願いします。えい。えい。えい。はあ、あれは一躍世界名を広めたペンパイナッポーアッポーペン握りではないか。まさかあの握りをマスターしているとは。お願いします。いや、ダメでしょう。紛れもなく太郎、お前は寿司職人じゃ。えい。なんだこれ。